松茸香料で松茸を錬金してみた。何度も失敗してきた松茸錬金。もう収穫してから塗るしかない。香りやすいように少し切り目を入れて咲く。ここで松茸香料の登場。かなり濃いから2振りだけ入れると松茸汁の完成。椎茸を浸しまくって松茸を錬金。できた。あとはトースターで焼けるの松茸。ちなみに生焼けは肌が痒くなるからよく焼いてね。ほら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 、見てくださいよこれ。松茸の香りが脳天に突き刺さる。うまくないわけがない。いただきます。うん、松茸4、椎茸6、中身椎茸だわ。しかも塩を振るの忘れてたから味は 98% 椎茸。いやでもまあ美味しい。なのでグッドではなくオッケーとした。味的にはエリンギとかの方が向いてるのかも。松茸を錬金して食べてみたい方は塩を振るのを忘れずご参考に。